はいどうも、ゴトさんです。やってきましたトレジャースゴフェスということで、なんとね、新キャラがまた超すごいやつがキャロット&ワンダで限定で追加されましたよと、もうね、月末スゴフェス引いちゃダメなのかなって思う感じですけど、で、ペコムズとペドロが 0.325、2対応して 0.65 なんで、いや、かなり低いですね。160分の1とかかな、道中出るのは。で、なるほど、酒場確定はかなり熱いですね。3回目でいきなり酒場確定で、7回目で新キャラ確定で、7.5% が、まあ、キャロットワンダで、あと残り2体は、まあ、同じだよということですね、確率がね。で、まあ、いきなりね、55セット引けるだけ石があるので、まずまあ、3セット引いてね、考えてみようかなと。ただ、7セットまでは行こうかなと思ってます。で、おかげさまでね、同盟がすごい楽しい同盟になっていて、もう今ね、前回の、まあ、38位だったのかな、絆決戦はね、6人で38位ということで、もうね、チートはもう気にしないでいこうと思いますけど、いや、ダメでしたね。赤髪が出ないとドキッともできないんで、さあ、7.5% なんで、それなりに1回目出なかったんで、次出るかな。で、ここのね、確率アップの時は、確率アップ確定の時はどんぐらい出るんだ？ペコムズとペドロ。4.3。もう出ないね。確定枠で引いていくと。で、一番頭いいのはね、各段3セットずつ、まあ、130個ずつ使ってやるっていうの。おお、赤髪1枚目。おお、2枚目。すごい。15体ピックアップなんで、まあ、赤髪15枚引けば期待できるんじゃないかと。ただね、テーブルっぽいものもあるんで、はいはいはい、波ね。さっきいやー、レイジュン、いやー、もういいイラストは最高なんですけど、おー、なるほど、限定キャラまず3時から来ましたね。で、まあ、今回ボンちゃんとね、まあ、社長もね、クロコダイルもまあ酒場にいるので、さあ激アツの3回目。赤髪出ても確定じゃないですけど、まあ金だったら新キャラも確定と。もう赤髪3枚出てますからね、すげえな。さあ1、2、3、おお、4枚目すげえな。赤髪率やっぱいいですね。 7.5、 うん、全然確率に勝ってますね。さあさあ赤髪ラッシュ、いやー、もうかぶり始めた。なるほど。いやでもね、ボンちゃんともうね、クロコダイル持ってない人とかだったらもう、おー、はい、金で確定枠、まずペドロで、本当はもうここでやめて第2弾第3弾を引いた方がいいんですけど、まあこのまま引いてもね、まあ確定枠あるんで、まあ、新キャラ確定とか酒場確定で、まあもう一体のね、まあ、ペドロじゃない方のペコムズも引けるっていうことをを信じてもこのまま行っちゃいましょう。まあな、同盟で今ちょっとリーダーになってるんですけど、昨日からかな、まあそのね、リーダーになった喜びもあるので、まあ出るまで引いちゃおうかなと思ってます。あれ、赤髪4枚でさあ5セット目かな。ここはあれ超すごいやつ確定だったと思うけど、ちょっと引く前見えなかったですね。ただもう今、あれ最後だけか。やっぱ確定かな。さあさあさあ。まあ7セット目まではね。で、まあまあ同盟はね。さあ、これで5枚目か。さあ、いやー、おー、ボンちゃん。ボンちゃん、めちゃ強いからね。さあ、石なくなりました。じゃあ、はい。買ってきます。はい、じゃあ買ってきました。で、まあ5セット終わって、で、赤髪5枚かな。まあまあ確定枠もあるとね、まあ、うん、まず月のセールはまだ続くので、まずいろいろね、一番お得なこの月の獅子じゃない方のトレジャーマップのやつも買って、まあ250個ずつね、260個と250個買えるんで、まあ5セットずつプラスしていきましょう。道中ペドロ来た。なんでペコムズじゃねえんだよ。いや、道中引けましたね。160分の1ぐらいのやつが6セット目で引けちゃいましたね。うわ。でもね、まあこっから7セット目で、ここでペコムズが確定枠で出るので、まあそうしたらね、あんまり気にならない。
でももうマジかよ、ペコムズじゃん、ペドロが2体か。まあまあここがね、もし第2弾の3セット目を引いてても同じような赤髪、いやーこねーか。嘘、3体目かペドロ。はい、まあまあ第2弾を3セット引いてても僕だったら、まあ、またペドロだったということですね。さあ8セット目いきましょう。ちょっと赤髪のペースが、おお、ここで上がってくれるかな。さあここら辺からガンガン来るんじゃないでしょうか。あれ静か、はいはい、赤髪6枚目、もしかしたらちょっと何枚か数え抜けてるかもしれないですけど、ちょっとペース落ちちゃったな。さっきインタ、いやいや3時か、こっちの3時か、しかも、いやうん3時、なんか3時が、おいおい3時ほんといいから。さあ行きましょう。何もないですね、確率アップ中。 4% ぐらいで新キャラは出ますよと。11枚目、いやもう道中の赤髪、おお OK 確定でしょう。さあさあここは、あれあれ、おおはいはいはい、こんな最後で、はい赤髪7枚目かな。変わってもいいよ、全然変わんないですね。さあ、あーうっそー、こうおー、ボンちゃんもクロコダイルも来た。似てるけどちげえよ、お前らじゃねえよ。さあ今回登場の、はいこれでもうね、ほぼ頼れるやつ、もうこれ3セット引いたのとほぼ変わ、第3弾まで各3セット引いたのと変わらないので、まあここでね、またペドロだったらもう待たなくてよかったねということになります。逆に天井近づいて、おあ、嘘でしょ、実は今は10枚まで赤髪出なかったから、いやかなり熱いと思ってたんですけどね、全部乗せだったんでね。ちょっと、しかもペドロかよ、ちょっと待って、嘘、あー喉枯れた。もう確定枠は3回ともペドロと、マジかよ。ちょっと待って、天井までは行かないと思うけど、天井までにペコモズ出なかったらマジちょっと第2弾第3弾引くの心苦しいんだけどな。さあまあ赤髪、おお、はい9枚目いいね、10枚目いいね。いやさっきのね新キャラ確定で全部乗せで、いやードキドキして見てたんだけどな、途中で変わりやがった。しかも、おお、そっか、ナミウソップも入ってるんですね、いっぱい引いてるんですけど、ジンベエロビンはまだ1体しか引いてないんですけどね。あれこれで10体かな。さあ、おお、はい全部乗せ、熱い。さあさあ10枚引いてて11、12、おお、これはすごい。もう、ああ、12枚、OK。いや、戻ってきましたね。いいんじゃないでしょうか。いや、いいも何も、キュイーン、キュン、ボンちゃん。ボンちゃん、嘘でしょ。あれ、ここ最後確定だっけ？ああ、赤髪ですね。さ、嘘、熱すぎるだろ、これ。マジこんな引きある、もうしゃべっとこう、もうマジ心折れるわ、嘘、13枚引いてボンちゃんとクロコダイルよく出るね。あとはコアラは出てないか、あーうわ15枚出ましたね。これでここで終わりかな。え、ペドロまた出た、ちょっと待て、ちょっと待て、道中、いやちょっとペドロ、嘘、これもう何、テーブルやっぱりちげえよ、3時と、しかもそっちの3時じゃねえよ。うわー盛り上がった、自分の中で、うわムカつくわ。いやもうね、ここまでペコモズ出ないんだったらもう良かったでしょ、引いてね、あの第2弾第3弾30連ずつ引いて、またねペドロペドロだったってことなんで、そう考えると何引こうか悩むしね、というかほんとペコムズ出て、ペコムズ出てくんないとやだよ、この天井まで最悪引いて第2弾第3弾も引くって、いやそれは嫌ですね。さあさあまた新キャラ確定、
お、かなり熱い。これは赤髪が期待できそうな。お、最後までいくかな。お、赤髪頼む。道中でいきなり出た。道中出ないでって言おうとしたら、体重6枚目あっさり出ちゃいました。いや、でもまだね、最後の1枚が。さあ、いやー、さあこの3時か。さあさあさあ、もう赤髪っていうか、あ、違う、ペコムズでもいい。もう、あー、金か。まあ、はい、ペコムズ、ちょっと待って、何体、もう5、6体、5、6体引いてんじゃねえか。え、こんなに偏る。さあさあ、課金がはかどるね。はい、じゃあ2セット引きますね。いや、課金はかどるな。最近ね、ちょっと引きの運が良すぎたんで、まあ、天井が低いね、こういう25セットの方で天井行ってくれる方が30で行くよりはいいんですけど、まあ、前向きに考えるとね、まあでもこれだけペコモツ出なかったら、まあ第2弾第3弾引かなくてよかったわ。はい、17枚目、18枚目、すごいすごいすごい、十分よし。そろそろいいんじゃない。かなり引いてるよ。おお、このね、犬、おお、あれ限定全部引けちゃったか。引けちゃいましたね。はい、19枚目も来た。いや、ちょっと待って、限定めっちゃで引いてる。でも引けない。限定5体のうちの1体が引けない。ドッカンテーブルみてえだ。うわ、心折れていく。はい、20枚目、21枚目、すげえすげえ。さあ、楽しくいこう。21枚目、もういいよね、ここまで来たらね。逆に天井まで行っちゃっていいよ。行くときは、はいはい、レイジュ、懐かしい、最初の頃いっぱい出てたけど、ちょっと待って、これテーブルっていうのかな。はいはい、もういいね、ガンガン行こう。あれ、もう課金した2セット、これで、はい、また行ってきます。はい、21枚引いて、いやー、なんかほんと、出ないねー。まあ、天井行くっていうときは、まあ、出ないから行くんだけど、テーブルだから行く。出ないっていうのも本当。おお、はい、22枚目、おお、23枚目、もういいんじゃない、こんだけ出る。おお、24枚目。いや、道中3枚引いたらさ、かなりドキドキするでしょ。キュイー。おお、はいはいはい、クラッカーね、渋いとこ来ましたね。まだ引いてないやついる。ボンちゃん、もう何なのボンちゃん。おお、スタンピードルフィーも入ってたのか。15体いるけど、こんだけ被ってたらまだ引いてないのいっぱいいるかな。24体引いてる。社長もボンちゃんも、いやー、いい引きしてんな。持ってない人から見たらたまんないだろうな、このボンちゃんの。もうなんか腹ペコの石板とか入れなくていい気がしてくんな。最後こうやって、あ、お、はいはい、25枚目、15分の1が引けないね。さあ、お願いします。おお、限定キャラ引けんな。まあ、15体のうちの5体限定だもんね。そりゃ、さに、溢れた。整理していきます。はい、はい。じゃあ、整理してきましたけど、はぁ、はい、20セット目。もういいね。神引きしよう。これもうペトロだったらもうほんとどうしよう。あ、ちょっと待って、赤髪期待できんじゃないこれ。さ、新キャラ確定の20セット目。ちょっとなんで出んの、新キャラ確定っていう。いや、道中出ないでとか言った時に1枚目に出る。でもキュインだった、うん、ダブルキャラは一緒だけどね。そうね。さ、赤髪。じゃあペコムズ、ほんとペコムズ頼む。来た。オッケー、もういいです。はいはいはい、やった、ガチャ券揃った。200連、どんな確率よ。さあ、なくなったんで買ってきます。はい、じゃあ行きましょう。25枚引いてんのかな。いやー、しか、うん、26枚かな、さっき1枚目引いたからな。あらら、出ない。いやー、しかしなんか悲しいね。いっぱいフェスゲーは、というか限定、ボンちゃんもクロコダイルもサンジも、いや、弾けてんだけど、コアラまだ1体しか弾けてないか。さあ、行きましょう。
お願いします。もうここまで来たらね、天井まで引けないっていう方がいいかな。うん、もうしゃあないで、でまあ大事に育てていきますよ。腹ペコの石板確か必要だったよね。さあ、おーマジで2枚いきました。さあ28枚、30枚引けちゃうね。 7.5% なのに25セットでいい。もういいよ本当。もうボンちゃんはもうこれ以上来なくて。33時、はあ、いやー、絆決戦と絆決戦スゴフェスとトレマスゴフェスだけ引くのが正解だと思います。はい、じゃあこれで最後まで引けますね。いきましょう、残り3セットだよ。もうね、最後の最後で出ないでよ。25セット目とかでね、複数出ると本当に心折れるんで。さあ28、ここで赤髪ポンポンと来そうな。おお、はいはいはい、29枚。さああれ、ここなんか最後赤髪確定だった気がする。さあ、いやー、この3時今更いる。いやちょっと待って、何この3時ラッシュ、もうやだ。いやー、テーブルボンボン、3時ボンボン、もうそんな感じ。いや、まあこれがねガチャなんですけど、さ24セット目、まあたまにはね天井まで行くのも全然ありですけど、いやー今回のね、まあキャロット&ワンダーはもうね使って楽しそうなので欲しかったんですけど、ちょっと他のね、このボンちゃんとかどうしようかな。ちょっとこれから毎回引くの本当やめようかな。ちょっと月末スゴフェスを引くのを諦めようかなと。ボックスちょっと整理していきます。はい、じゃあもう最後ね、ここで神引きの3枚抜きぐらいを見せようと思いますけど、もうペコムズがやっと1体出て、いやメインは出てないと。でボックスパンパンっちゅうことですね。さっさあ行きましょう。いやポンクロ同盟がね、本当にいいメンバーが揃って本当に楽しくやってるんで、まあトレクル本当楽しさはね、ゲームというよりもその同盟の人とのやり取りが本当に楽しいんでね、まあ、引き続きやっていこうと思いますけど、みんな神引きすんだろうな。ボンちゃんここで最後組んだ、イラッとすんで。さっさあ、はい、お願いします。せめて吸引、よし、ここだけ見たらすげー。いや、もっとあなたたちだけいてほしかった。ありがとうございます。1730個の石で買えました。一番高い金額でしたね。あ、でもまあ第2弾第3弾まで引いて、あんな感じでね、ペドロペドロだったら、いやさらに60連使ってたので、それで天井まで行ってた可能性もあるんで、よしとしましょう。まあ引き弱でしたけど、まあ第1弾でまとめて課金することができました。さあさあ、なんかどんぐらい引けたのかな、社長とか。なんかもうコアラ1体だけですね。まあ30はもういいや、見なくて。社長4体も引けたのか。はい、クロコダイル4体で、みんなが多分欲しい人も多いボンちゃんが進化後1体の進化前4体の5体、引けたね。こんだけ引けたのに、キャロットとかはまだ1回も引けてないと。まあ天井で無理やり、もうこれあり。ちょっとペドロ6体、ペコムズ1体、ガチャです。これがガチャ。いやー、天井低いところでね、天井まで行けたんで逆に良かったかな。いやー、もう心折れるけど、まあどのみち9セット引かなきゃいけなかったし、ちょっとポジティブに考えましょう。でね、あのポンクロ同盟ちょっと紹介ですけど、昨日からね、僕の方がリーダーになって、今までリーダーやってた花さんはまあサブリーダーということで、まあうちの同盟はね、どんどんリーダー変わって、誰がリーダーっていうのを決めないでね、自由にやったり、まあ本体の黒肌同盟からね、ちょっとまた人を来てもらったりして、いろいろ入れ替えする、まあ黒肌同盟とポンクロ同盟、まあ20人で1同盟みたいな感じでやっていきたいなと思ってます。
いやー、みんなの弾けない分は全部集めたんで、みんなの爆笑を分けてもらったんで、他の同盟のみんなが3セット以内に弾けることを、まあ、弾けてる報告とかも来てんだろうな、ツイッターとかで見たくねー。ただまあまあ同盟全体でね、どんぐらいかっていうのも大事なので、いや特にね、いや課金をね抑えてる人にあっさり1セット目とかで来ることを祈ってます。いや悔しい、でも楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。